どうも、イキリヌです。今日はお腹が空いたので牛丼を食べます。というわけで、じゃーん、買ってきました。松屋の牛丼です。だいたい私はいつもセパレートで買ってくるんだけど、みんなは何で食べるのが多いですか？あれ、直乗せで持って帰る人っているのかな。あんまり見たことない、直乗せの人。もし本当は昼にね、食べようと思って買ったんですけど、昼に食べれなくて、こんな感じで今から食べます。夜ご飯です。じゃん、めっちゃ美味しそう。あー、なんて幸せなんだ。飲み物は今日もコカ・コーラです。あー、これを乗せて食べるのが大好きなんですよ。じゃん、大量の紅生姜。串カツとかも行ったら必ず紅生姜を食べます。だけど序盤はまず肉だけをちゃんと食べます。なわけで、いただきます。うーん、私よく牛丼は一人で食べに行くんですけど、1番は吉野家で、で2番がね、松屋なんですよ。松屋はネギポン酢みたいな、なんかん、おろしポン酢、わかんない、なんかそういう和風の牛丼があるんですよ。それがね、すごく美味しくてよく食べます。でも多分世間的に考えたら松屋よりもすき家の方が人気はあるんじゃないかなって気がするんだけど、どうなんですかね。牛皿定食とかってあるじゃん。あれがね、すごい好きなの。ご飯にいろいろ乗っけて食べれるんですよ。飽きが来ないというか、お肉をそのまま食べたり、そのまま食べてご飯食べたりとか、卵割って卵にくぐらせて食べたりとか、それとあと追加で納豆を頼んで納豆とご飯で食べたりとか、いろいろできるので、それはすごい好きなんですよ、個人的には。がもし牛皿定食を食べたことがない人がいたら、ぜひ牛皿定食食べてみてください。すごいいろんな食べ方ができて楽しいです。そう、さっき吉野家が一番好きって話をしたんだけど、なんで吉野家が好きか言ってなかったんだよね。吉野家はなんで好きかというと、味噌汁がめっちゃ美味しいの。多分吉野家が一番美味しいんじゃない、味噌汁。なんか美味しく感じる。わかんない、なんでなんだろう。ただね、牛丼屋さん行っても大体私いつも同じメニューしか頼まなくて、これ食べたいなと思うんだけど、結局いつものになっちゃったりするんだよね。それで食べてみたいやつっていうのが、すき家のチーズ牛丼、あとね、私が見たの多分松屋だったと思うんだけど、あ、違ったかな、わかんない、どこだったか忘れちゃったけど、ネギトロ丼とか夏になると多分あったはずだと思うんだけど、あの辺がね、すごい食べたいんですよ、牛丼じゃないやつ。うん、名前ずっと冷蔵庫に入れてたからご飯が固くなっちゃった、すごい悲しい。うん、で、あと夏はね、意外とうな重を食べたりします。牛丼屋さんで意外と美味しくない？ダメ？ちっちゃいんだよね、でも乗ってんのがこんぐらいしか乗ってないんだけど、なんかね、頼むことの楽しさを覚えちゃって、まあちょっと高いんでそんなに頻度食べないんですけど、実は夏食べてますね。分かってくれるかな。そんなわけで、皆さんのおすすめの牛丼メニューがあったらぜひ教えてください。私も食べます、それで。ご飯がね、このぐらいになって、だんだんこうご飯の方が多くなってきたぞと思ったら、ここで紅生姜を投入していきます。大体こんな感じです。今2袋ぐらい出しました。でも2袋ぐらいでね、問題ないと思います。ちょうどいいかな。で、これであとは牛肉を少しと紅生姜で全部ご飯を食べていきます。で、そう、話そうと思ってたことがあるんですよ。最近よくチャンネルを分けないんですかって質問が来るんですね。まあ、こういう何動画、まあなんかこういう感じの動画とゲームを分けないんですかみたいな聞かれるんですけど、今のところ分けるつもりがないですね。まあこれを全部含めてザ・ユキリンなので、あ、このままでいいかなと思ってます。ただ今のところはチャンネルは分けるつもりがないですけど、ただまあそのうちすごく大きくなってきて、
なんか化けようかなって思うことがあるかもしれないけど、今は思ってないです。そんな感じで、まあ、ちょっと見づらくはなっちゃうかなと思うんですけど、ぜひこれからも見てくれたらいいなと思ってます。でも紅生姜ってなんでこんな美味しいんだろう、びっくりするわ。本当に大好きすぎて、一風堂のラーメンがねものすごく好きなんだけど、絶対入れるんだよね紅生姜。じゃーん、完食。いやー、お腹いっぱいですね。食べた。ふう。というわけで今日はこれで終わりになります。面白かったなと思ってくれたらぜひいいねしてくれて嬉しいです。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それからツイッターもやってるので、よかったらフォローしてください。それではバイバイ。